久保さん、今回成長痛にしましょうか。なんかね、中学校の時ぐらいから、中学校のいつぐらいが、あの、身長がバンって伸びた時があるんですけど、骨がね、軋んで痛いというか、めちゃめちゃ痛かったんですよ。まあ多分ね、一気にちょっと身長が伸びるとか、そういう時期を体験した人だったら、まあ、その痛さっていうのはわかるとは思うんですけども、まあ成長していく上で痛みって伴ったりするわけですよね。だからさっき言ってた久保さんの言ってた、まあ、 確かにな、みたいな、一理ありますよね。まあ、実際人間の構造でも、ね、あの、身長伸びるだけで痛いてみたいなね <laughs>。身長伸びるだけなんだけど痛いみたいな。まあ、女性の方だったらね、あの、僕は男性なんで一度も経験はないですけども、まあ、成長の過程でね、生理が来て、生理痛って、今までその、生理痛という痛みはなかったけれども、年齢を重ねると生理が来てね、生理痛みたいな、毎月一回来るみたいなね。だから、なんすかね、まあ、 理にかなってるんじゃないですかね、その人は <laughs>。そういう捉え方。まあ、普通に生きててもそういう現象はあるわけですから。うん。だから世の中出たらもっと辛いことあるんだろう、みたいなね。まあ僕も今、いろいろ独立していろんなことを乗り越えられた理由って、まあいろんな痛いこと、辛いことをまあやってきて乗り越えてきたから今があるし、それをもし乗り越えてこなかったら、多分まあ今はできてないですね。 うん多分できてないですね。6年もできないですね、多分。うん、そうだやっぱ痛みをこうどう乗り越えていくっていうのが、まあ、人生をこう生きていく上での結構最重要課題かもしれないですね。いってらっしゃい。